これは北海道のごく普通の家庭の朝食です。ご飯、味噌汁、牛乳。この朝食はまるで小さな北海道。一日の始まりの食卓は北海道の食材で彩られ、その食卓の向こうには北海道の農業の姿が見えています。四季折々の自然の中で様々な農畜産物を作る多様な北海道の農業。道内、国内に消費者の求める安全、安心で良質な農畜産物を安定的に供給し、日本の食生活を支えています。北海道に農業があるから食卓が満たされる。北海道は日本の国土の約 23% を占め、140年前の開拓時代より欧米の近代的な農業技術を取り入れ、現在では日本の耕地面積の4分の1を占め発展しています。今日本の食料自給率は約 40% と主要先進国の中で最低水準で、食料の安全保障を確立することが必要です。一方、北海道は約 200% を誇り、国産供給熱量の 20% を供給し、日本の食を支えています。また北海道の農業は気象条件などにより地域に合わせた生産性の高い農業が行われています。道南地帯では稲作、畑作、野菜、花、果樹など多種多様な農業。道央地帯では稲作を中心に野菜や肉用牛などの飼育。道東北の酪農地帯は EU 諸国に匹敵する大規模な主に酪農経営を。道東北の畑作地帯では小麦、豆類や馬鈴薯、畜産などを中心とした大規模な畑作経営が行われています。農家の人々が長い年月をかけ、冷涼な気候など多くの困難を乗り越えて培ってきた北海道の農業。そこから生まれる農畜産物は恵まれた自然条件のもと、健康な土作り、さらには化学肥料や農薬の使用を必要最小限に抑え、安心安全で良質な農畜産物を全国の消費者に送り出しています。こうした努力の結果、全国トップクラスの生産量を誇る農畜産物が数多く生まれています。その一つが、長年の研究で品質の高さが評価されてきているお米です。寒冷地である北海道の気候風土に合わせて生まれた美味しいお米。国内での消費も年々増え続けています。さらに小麦、馬鈴薯、大豆なども牛乳や牛肉とともに全国一の生産量を誇っています。北海道に農業があるから産業が広がってゆく。北海道の農業は食品加工業、運搬業、小売業など多くの仕事と人が関連し成り立っています。農業に関わる人の数をある町を例にして指数で見てみると、人口1万2000人のこの町で 65% の人が農業に関連する仕事に就いています。都市部を除き、北海道の農村地帯では産業、経済が農業を中心に展開しています。例えば小麦の生産地江別の取り組みを紹介しましょう。江別では春巻き小麦、春豊かの生産性をアップするため、初雪が降る前に種をまく初冬巻きに切り替えました。その小麦を江別の製粉会社で粉にし、さらに地元の食品会社や飲食店で江別ブランドのラーメンやパンなどに加工して販売しています。小麦を中心とした地域独自の食作りです。
北海道に農業があるから環境が守られる。北海道の農業は農畜産物を生産するだけでなく、環境を守ることにも役立っています。田んぼは雨水を蓄え、川の氾濫や土砂崩壊などの災害を防止します。また田んぼや畑は炭酸ガスを吸収するなど、空気もきれいにします。さらに北海道は冷涼な気候のため、病害虫の発生が少なく、その分農薬や化学肥料の使用量が少ないのですが、さらにその使用量を削減した環境に優しいクリーン農業を行っています。北海道に農業があるから心が豊かになる。北海道の雄大な自然とともに、農家の畑が新たな観光資源にもなりました。北海道のほぼ中心に位置する富良野美瑛は、美しい畑の風景が広がっています。この美しい風景を求めて、国内外から年間110万人もの観光客が訪れ、今や大きな観光資源となっています。さらに今、都会に住む人たちが自然豊かな農村に滞在し、余暇を楽しむグリーンツーリズムも増えています。農村で過ごし、農業体験などを通じて、その土地の美味しい農畜産物、自然、文化に触れ、心を癒す時間を持つことができます。また子どもたちが農村を訪れ、ありのままの農村生活を体験することで、農業や食などについて理解を深める貴重な体験学習も各地で行われています。北海道に農業があるから文化が育まれる。恵まれた自然環境の中で、さまざまな農畜産物が作られ発展してきた北海道の農業。しかし時には自然災害に見舞われたこともありました。そんな時、人々は自然を神として崇め、豊作を願ったのです。北海道各地では豊作を願う様々な祭りが行われます。祭りは日本人の心、日本人の潜在意識の中に伝統を愛する心が息づいているのです。さらに日本古来の伝統の味も農業が支えています。例えばお餅はお米の種類の一つ、もち米を蒸し、これをきねと臼でついて柔らかく粘りのある状態にした食べ物です。毎年新年を迎える時には、どの家庭でも鏡餅としてお供えするなど、お餅は日本人が古くから守り続けている食文化です。またお米を小豆でできたあんでくるんで作るおはぎも、お彼岸などの行事に欠かせません。このように独自の食や文化は農業を中心に育ち、今日へと受け継がれています。北海道に農業があるから笑顔が生まれる。世界の食料は人口の増加、途上国の経済成長、バイオ燃料原料の増加や気象変動などにより需給が逼迫した状況が続く見込みです。このような中で、国内の自給率の向上を図り、食料の安全保障を確立していくことが重要となっています。国内最大の食料供給地域の北海道は、食料自給率の向上に貢献するとともに、安全安心で良質な農畜産物を安定的に供給し、日本の食生活を支える役割を果たしています。北海道の農業は日本人の暮らしをしっかりと支え育て、日本の明日を作っているのです。北海道に農業があるから食卓が満たされる。産業が広がってゆく。環境が守られる。
心が豊かになる。文化が育まれる。北海道に農業があるから笑顔が生まれる。明日をつくる北海道農業。しかし今北海道の農業が危ないのです。食料が豊富な日本でも、世界の国々の間で起きている WTO 農業交渉や日豪 EPA 交渉によって私たちの食が危ぶまれているのです。そもそも WTO 農業交渉や日豪 EPA 交渉とは何でしょう。 WTO とは世界貿易機関のことで、世界の貿易の推進や問題の処理のための国際貿易機関です。世界153カ国地域が加盟し、各国の間で自由に物やサービスなどの貿易ができるようにするためのルールを決める国際機関です。加盟国は他の国に対して関税を等しく適用しなければなりません。 EPA は経済連携協定を意味します。その中でオーストラリアとの間で協議されることを日豪 EPA 交渉といい、今オーストラリアが日本に対して小麦や牛肉、米、砂糖などの重要品目の関税を撤廃することを求めています。しかしこれに対して日本は関税撤廃の対象から重要品目を除外するよう求めています。 WTO日豪 EPA 交渉が現実のものとなり、関税がなくなり、海外の安い農畜産物が入ってきたら、日本、北海道の農家や私たちの生活は一体どうなってしまうのでしょう。例えば米や牛肉、乳製品などが関税撤廃ということになれば、北海道の農業が崩壊し、安心安全な農産品が私たちの食卓へ届かなくなるのです。さらに農家だけでなく、農業に関わる食品を作る加工業や農業機械を作る製造業、運搬観光など様々な業種に大きな影響を及ぼし、北海道経済も崩壊につながりかねません。重要品目の関税が撤廃されると、北海道経済に与えるダメージは1兆3000億円を優に超えると言われています。さらに農家関連産業において9万人を超える失業者を生むと予想されています。まさに北海道が壊滅します。輸入品が安いからといって私たちが食料を海外任せにしてしまったら、安心して食べられるものがなくなるばかりか、日本が先人たちから積み重ねてきた農業の技術や美しい農村の風景を失うことになるのです。一度失ってしまったものを元に戻すことはできないのです。そんな状況にならないためにも、私たち一人一人が日本の農業について、そして食の未来について考える時が来ているのです。